どうもピチピチーナテクタンと申します。入り神2実況プレイパート67始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、選択肢回収中なんですけれども、この謎のね、この形の分岐ツリー、これをねちょっと回収するためにちょっとやっていきたいと思います。ということで、じゃあスノコからの方で、そのちょっと選んでない選択肢を選んでいく方向でいきましょう。あ、鍵開けるとかっていう話あったね。彼女はその鍵を開けることができただろうか。可能だったら行ってみましょう。はい、左親からなりましたね。劇場は劇団の所有物であり、五十嵐さんはその劇団の看板女優だった。そんな彼女に通れない場所などあるわけがない。そんなことないでしょ。五十嵐さんは鍵を開け、自分の意思でその子に出ることが可能だったのではないか。だが待てよ、こうも考えられないか。看板女優であり主演であるからこそ、五十嵐さんは今度の舞台に相当なプレッシャーを感じていた。それこそ日々寝る間も惜しんで練習していたはずだし、その激務がたたって足を踏み外したと考えれば自然なはずだ。どちらも可能性は十分にある。プレッシャーに耐えきれなくなっての自殺か、アクシデントによる落下か、どっちだ。あ、自殺っていう線が初めて出てきましたね。ここは残しといて、ん、違うな、これは、ここ5はもうセーブしたって大丈夫。うん、じゃあちょっと自殺のとこちょっと飛んでみようか。ほい。うん、まあ、自殺にしても骨ボキボキはやばいよね。あー、真ん中行きましたね。こっちが自己路線の話なんかな。五十嵐さんは自殺した。僕はつぶやくように結論を口にした。そうでありましょうか。まあ、聞いてください。くしゃみでそう。被害者である五十嵐莉央は主演の座を勝ち取ったことで劇団の誰かに恨みを買っていたとしましょう。うん。よくある話でありますな。もしかしてそれを苦に自殺とか？あくまで可能性の話ですが、決してないわけじゃないと思うんです。まあそれでね、公演の前日に自殺っていうのは、まあまあなんか割とあってもおかしくない話ではあるよね。なんか見せしめとか、なんていうか、そういう感じで。なるほど、さすが先輩であります。いいえ小暮さん、これはどこまで言っても可能性の話です。自分で言っておいてなんですけど、すべての可能性を考えた上で真実を見極めていく。僕たちはいつもそうしてきたじゃありませんか。そうですね、いつもいろんな選択肢を選んでね、全回収してきたじゃありませんか。おっしゃる通りでありますね。小暮さんはそう言って胸を張った。あー、で、かごめさんが来ますね。あ、で、ここでスーッとここに来るんや。あ、そう。ここってあるんかな？あ、でも絶対あるよね。ないんやったらここ繋がってるだけやもんね。こうもあるんかな？こうも、こうね。もしかして、出ないとこうスーッて行くもんね。ギコギコはしません。スーッと行くもんね。まあ、とりあえずじゃあ、戻ります。5のとこやったね。どっちだで、事故の方行ってみましょう。うん。小暮さん、五十嵐さんは事故死したとは考えられないでしょうか。そうでありますの。これどこに行ったかよね。とりあえずここやね。こっからどう行くかやね。とりあえずスキップして、あー、よしよしよし、これ行ったんじゃない？こっち側。あ、行ったね、行ったね。オッケーオッケーオッケー。どこかの警部補殿と大違いであります。その続きはね、きっとそうですよ。現場の状況から見て、五十嵐さんはどこかから転落したと考えるのが自然です。例えば、その子から足を滑らせて落ちたと考えれば、辻褄が合いませんか？うーむ。そうとも考えられますけど、どこか合点がいかないだろう。これなんか良くない良くない、なんかね、反応してるよ、小暮さんが。小暮さん、僕の考えに素直に同意しかねるのか、悩ましい顔で黙りこくってしまう。と、そこまで話し合ったところで、あー、で、こっちに行ったね。こっち行かへんね、こっち。行くと思うんやけどなー。じゃあ、また、ロードして。うん。ちょっと、綺麗に回収していけるようにしたいよね。その子から可能だった。あー、しまったー。これ両方、あれやったね。もう見たところやね。ってことは、スノコからの、もうこの鍵を開けることは可能だったら選ばなくて OK。こっちに行きましょう。鍵を開けることは不可能だった。うん。
で、五十嵐さんはひょっとして別の場所で殺害されて、あたかも舞台の上で落ちたように見せかけられたんじゃないのか、それは事故に見せるため、理由なんかないっていうね、これを選んでみましょう。これどこに行くんやろうね。理由なんかない。もし誰かに殺害されていたとしたら、犯人は死ぬとか考えていなかったんじゃなかったのか。例えばこう考えてはどうだろう。なんか新しい考えっぽいね、これは。彼女はあらかじめ誰かに呼び出されて、そこで誰かしらと口論になった。うん。主演女優だからこそ妬む輩はいるだろうし、はたまた過剰なまでに彼女の死を悔しがって見せた瀬戸さんという線も考えられる。あー、演技ってことね。でもそれ演技じゃなかったんよね、結局瀬戸レイトも殺されたからかわいそうよね。片や花形女優に、片や相手役とはいえ中堅どころの男優、そこに確執や劣等感はきっとあったはずだ。もしかしたら地上のもつれから血は喧嘩に発展し、怒りから彼女を突き飛ばし、結果として打ち所が悪くて死んでしまった。そしたらそれはそれでヒステリックになる気持ちもわかるよね。焦った犯人はどうにかして佐伯さんからの鍵番号を聞き出すと、そこに五十嵐さんの遺体を運び込み、あえて落下事故を演出してみせた。でもそしたら佐伯さんが誰それに話しましたよって言うんじゃないかな。誰が犯人かはわからないが、その可能性は十分にある。ということはこの事件は誰かの手によるものではないのだろうか。まあ、自殺ではね、なかったがっていうところよね。うん。あー、左行きましたね、左。これ結局、そうよね、ここまで行っちゃうよね。じゃあまた、読みまして。で、これで、1個目の選択肢、上はもう選ばなくてよくなったんで、別の場所から、出た。これ行ってみましょう。うん、まだ選んでないの結構あるもんね。ここでちょっとじゃあもう、セーブ打っちゃおうかな、ここ。よ。それにこのことに何か意味があったのか、心霊写真が関係している。これを選んでみましょう。そういえば、初芝さんから渡された写真、もしかしてあれが事件に関係しているのではないか。警察官としては考えにくい意見だが、やはりあの写真は、五十嵐さんが事故に遭う前触れを予兆していたのではないか。ということはあの写真はやはり本物で、あー、霊的な方で考える方ね。この不可解な殺害方法も霊に導かれたとでも言うのか。いや、よく考えろよく考えろ。そんなバカバカしい話あってたまるか。これならまださっきの推理の方がまとえているだろう。でもそれなら、あー、あー、結論が一緒ですね。やけど、ちょっとこっち行ってみて、こういうのでさ、ルートが違うからさ、違う方向行くっていう時あるからさ、結構その、あれね、はい、行ってません。はい、別に行ってません。と。よし。じゃあもう一回同じようにこれで下の方ちょっと行ってみて、はい、ダメですね。じゃあただこのことによっておそらくですが、この一番下を選べばいいことが分かりました。演出の一つではないだろうか。もしこれが誰かの仕業であったとして、猟奇殺人者を得てして独自の美学を持っているものだ。だからこそ犯人は女優である五十嵐莉央を殺すには、舞台の上という制約を自分で作って花形女優の死を演出した。あ、死の演出の話ね。この演劇の演出に死をっていう、そういうなんかサイコパスの話かと思ったけど、そういうことじゃなくてね。あくまで裏付けのない予測ではあるが、一概に否定もできない。安藤さんだって盲目になりながらも独自の芸術を貫き通しているんだ。その可能性は十分にある。だが五十嵐が、自分の死を芸術的に演出するために舞台を死に場所に選んだという線もある。あ、自殺でね。妬みが激しかった頃こそ、みんなにこの舞台は自分のものだと知らしめるために。さっきまでの推理も可能性はあると思うが、この話も考えられないわけじゃない。だがこれまでの話から考えて、あの選んだことあるようなやつになってしまいましたなぁ。待って、ここやったよね。
と自殺だの方を選んで、ダメだー。ちょっと待ってよ。もう一回じゃあ状況的に考えて、被害者はのところで、これさあ、もう今までのこの道中と絡めてっていう話やったらちょっと困るんよね。絶対あるよね、ここ。絶対あると思うんやけど。やとしたらちょっと、ね、今回収するの難しいから、ちょっと、後回しにしておきたいっていう気持ちはあるといえばあるなぁ。ちょっと後回しにしてみますわ。後回しにちょっとさせていただきますね。全回収してみて、パーセンテージちょっと比べてみてっていう感じで一旦保留で、ここは。でも絶対あるよな、さすがに。さすがにあるよなとは思うけど。じゃあここが選択肢が3つなんで、一旦ここでセーブして、7ね。それは心霊写真の分析結果ですか？で行きましょう。例の心霊写真の分析結果がもう出たんですか？分岐釣り普通にこうやね。柿の種くん、あなた、いい度胸ね。私がそんなものを持ってくると思う？いえ、思いません。思いませんけど、ちょっとからかってみたかっただけです。とは死んでも口にしない。からかってみたかったの？それになぜ、この私が間宮優香などと個人的に連絡を取らねばならないのかしら。そうか、そこと連絡取ったことになるもんね。鴨泉警部補は、まるで人を小馬鹿にでもするように、口元を釣り上げると、バンと勢いよく机を、叩く。めっちゃ怒っとうやん。今、そんなことより重要なのは、被害者である、五十嵐莉央についてでしょ？ごめんなさい。でもなんか、でも、正しいこと言ったら言ったで、あなた怒るんです。彼女のことを少しでも調べ上げることが事件解決の糸口になると普通だったら考えるわよね。そう思います。僕もそう思います。軽いため息を吐くと、鴨泉警部補は黙って手に持っていた紙を僕に差し出す。どう？あ、まだここやね。あの警部補殿、それでこれは一体？見ればわかるでしょ？五十嵐莉央の検視結果よ。本当でありますか？なぜそんなものが今この編纂室にあるのだろう。僕が思わず立ち上がるのと同時に、小暮さんも小さな目を向いて鴨泉警部補に注目している。それで結果はどうだったんですか？あなた何でも人に聞いてばかりね。すみません。たまにはない脳みそを使って考えようとか思わないわけ？無茶言うな。頭を使ってどうにかする問題じゃない。警部補殿、そればかりは考えてもわからないと思うであります。小暮さんが僕の心のツッコミに同調する。まあいいわ。こんな押し問答をしたところであなたたちが私に勝てるはずなんかないものね。もうそれでいいです。まだ収束してない。はぁ、すみません。あれ？今のおかしくないか？僕らは同じ部署である以上協力して捜査するのは当たり前であって、そこに勝ち負けなんか関係ないんじゃないのか。もうええやん、それは。もうほっとこ。拾わんでいいやん。あ、でまた収束せん。被害者、五十嵐莉央は、転落した時点ですでに死亡していたそうよ。死亡推定時刻は朝6時から7時半の間。これは聞いたよね。え、僕は思わず声を上げた。でもスキップはできんのよね。できんよね。五十嵐さんは誰かに殺されたという、いうことですよね。やっと分かったよね。してへんよね、収束。してない。何もそこまで勝ち誇って言うこともないだろうに。鴨泉警部補は見下しながら僕らを鼻で笑い飛ばした。そっか、態度が違うんや。まだね、今回見せてるときは態度がね、前と違うんや。この人は一体何と戦ってるんだ。これでやっと収束するわけや。
あ、その時だの選択肢ね。これね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、まさかそれは何ですかを選んでみましょう。これがね、一番求めてる答えなんじゃないかな。かごめさんがね、わからんけど。で、これは一体何ですか？で、これは一体何ですか？柿の種くん？前から思っていたけど、あなたは正真正銘のバカね。よくそれで刑事になれたと感心するわ。もう何言うてもさ、イラッとするやん。大丈夫？なんかストレス溜まりそうやな。なんかね、生き方よね。冗談で言ってみただけなのに。やっぱりこの人には冗談は一切通じないようだ。笑うことあるんかな？なんか、はっはみたいな感じで。その鴨泉警部補といえば、口元を歪ませて手に持ったコピー用紙をさらに高く掲げている。ここまで来ると、この人の隠れた趣味が僕を嘲笑うことのように思えてきたぞ。どうせ当てられないだろうから言うけど、ここにあるのが五十嵐理央の検視結果だったら、あなたたちの言うべき言葉は一つしかないわよね。ふふん。本当でありますか？なぜそんなものが今この編纂室にあるのだろう。僕が思わず立ち上がるのと同時に、小暮さんも小さな目を向いて、鴨泉警部補に注目している。で、その結果はどうなのでありますか？だが、鴨泉警部補は、焦らすようになかなか答えてくれない、じらすようになかなか答えてくれない。その前にまず、ありがとうは言われたいの？ありがとうございます。お疲れ様は？お疲れ様でした。なんだ、言われたいの？えい！どうして僕はこんなに卑屈にならなければいけないんだろう。たった一言の他愛ない冗談が命取りになってしまったことを痛感する。じゃあ教えてあげるけどね。やっとお許しが出たようだ。これじゃあ待て、まるで待てを解除された犬だ。被害者、五十嵐理央は転落した時点ですでに死亡していたそうよ。あ、でここはさっき聞いた話よね。あ、これではっきりした五十嵐理央の死は誰かに殺されたということである。あ、ちょっとでも態度違う方は、まあ僕も別に褒めてもらおうと思っているわけではないのだが、でも物には言い方というものがあるはずだ。何をどうねじ曲がればこういう性格に育つのか。いや、そのなんでこんな性格になったかはきっとね、カゴメ編みたいなのがあればわかるかもしれへんよ。この人の親の顔が見てみたいと心から思う。はい、で収束しましたね。きっとその時だと。よし。あ、まだやね。選択肢やもんね。ここもまあ次の選択肢も割と普通の3択の選択肢っぽいとかで、あーこれファックスや。よしよしよし、3択の選択肢のところ来ましたね。うん、さっきのファックス見てやね、入出記録の。身元を隠して入ったということは、その人物が五十嵐さんを殺害に関与した可能性が高い。ならば確かめることは、一つ、辻沙耶香が本当に死んでいるかどうかっていうのと、そのカードを使わなくて劇場に入れるかどうか。じゃあ一番上ちょっと行ってみましょう。辻沙耶香が本当に死んでいるかどうかだ。うん。では、辻沙耶香が本当に死んでいるかどうかの確認ですね。はぁ？今更そんなものの確認取るまでもないでしょ？結局ね、ちゃんと亡くなっていましたよね。ちゃんと亡くなってたっていう言い方も変やけど。死んだはずの人は実は生きていたなんて一昔前の推理小説であるまいし。いやーでもよくあるじゃない。お、有名人死亡説。有名人が死んだっていう噂が出回って、結構みんなそれを信じてしまったに。あなたバカ、あんたバカ。今私たちがやるべきことはカードの現在の所有者の確認でしょ。まったくもう劇団に行くわよ。これ以上ないというほどこっぴどく叱られてしまった。どうやら、あらゆる可能性を鑑みて捜査を進めるという僕と小暮さんのやり方は彼女にとって我慢ならないものらしい。さっきもね、どこかの警部補とは違いますね、みたいなね、小暮さんも言ってた通りね、もう、決めたことしかね、せえへんもんね。だからといってそれに合わせる必要はないのだが、彼女のやり方を真っ向から否定する気にはならない。一般的に見て、至極真っ当な意見を言っているのは彼女の方なのだから。でもいつか彼女も知ることになるだろう。僕たち編纂室の仕事を、怪異の闇に潜む真実を。含み持たせた言い方するね、柿の種くん。で、これで多分収束してますので、また、ね、行きましょう。まあ、今回オカルトルートどうせ行くからね、まあ、思い知ることになるんですけどね。
じゃあ今度これカードを使わなくて劇場に入れるかどうかだ。するとカードを使わずに劇場に入る方法の検証が必要ですね。これはそんな変な選択肢じゃないと思うんやけど、めっちゃキレてるけどね。あなた、私のことを舐めてるの？間違えた間違えた。メッセージパネル消したかったんや。ギロリと鴨泉警部補の血走った瞳が僕を睨みつける。どうして辻沙耶香のカードの話でそうなるのよ。誰が彼女のカードを所有しているかをはっきりさせる方が先でしょ？ほら、この役立たずの男ども、さっさと腰を上げなさい。よかった、この役立たずの豚とか言われるかと思ったけど、普通に男どもをやってよかった。にしてもきっついな。もう言われ放題だ。どうやらあらゆる可能性を鑑みて捜査を進めるという僕と小暮さんのやり方は、鴨泉警部補にとって我慢ならないものらしい。確かにこれまで培ってきた常識に照らし合わせれば、彼女の言っていることの方が正しい。でもいつか彼女も思い知ることになるだろう。常識が通用しない事象が存在すること。ちょっと言い回し変わったね。常識が崩壊してしまったとき、果たして彼女は立っていられるのだろうか。なんやねん、立っていられるのだろうかって。なんやねん。うん。で、それでカードのね、あの所有の、あれを聞きに来たわけですね。うん。ヒュン！ヒュンって何？ヒュン。あー。選択肢のとこ切り、来ましたね、セーブ。うん。9ね。ちょ、分岐ツリーもちょっと、そこまで飛びますね。はい、ここ行きましょうかね、ここ。3択ありますね。以前亡くなった女優、辻沙耶香さんのことか、せっかく面会のチャンスを得たのだから、ここで彼女についても聞いておいた方がいいだろう。うん。では、どういう切り口で、で、辻沙耶香の男女関係について、男性関係について、結局明らかになら、いや、なんかちゃんと話さんかったんやったかな。うん、でもこれ結局ね、男性関係についてはあれなんですよね。安藤さんとお付き合いしてたんですけど、呪いという噂、このポイント使うやつちょっと言ってみるか。その辻さんなんですが、お聞きになりましたか？この芝居は呪われているという噂。呪いだと？あ、そうか。今安藤さんに聞きよんか。そら、男性関係とか話聞いたらね、ムってなるよね。ふん。何を言うかと思えば、君はそれでも警察官かね。まるで嘲笑でもするかのように口元を歪めると、安藤さんは静かにソファーから立ち上がる。どこに行くんですか？お話はまだ終わっていませんが。私はこれでも忙しい身なんでね。お、まだ収束はしてない。くだらない質問ならここで失礼させてもらうよ。そんなね、ね、彼女やった人ないけどね、呪いとか言われたらね、怒るよね。待ってください、あの今はただの噂で。単なる噂を事情聴取に持ち出すとは、警察の威信も地に落ちたものだな。誰がそんな子供じみたことを噂しているかは知らないが、辻の死も五十嵐の死もこの公園とは無関係だ。それはそうなのですが、我々としても可能性のあることは追求したい次第でして。可能性だと？安藤さんはピクリと眉を吊り上げると、手に持った杖をわなわなと震わせる。でも、ね、でも呪いって知ってたんやもんね、この段階では。オカルトルートの場合。バカバカしい。確かに彼女は公演直前、不慮の事故で命を落とした。だが無念を残しこそすれ、たたるんだなどとは、死者を冒涜するにも程がある。でも結局、あれだったんですよ。結局呪いだったじゃありませんか。たたりだったじゃありませんか。あ、安藤さん。今のは決してそういう意味じゃ。本当に時間の無駄だったようだな。私はこれで失礼する。でも呪いって分かっとるからこそね。おこなんかもしれへんけどね。さっき文読まんかった。読まんのに普通に押しちゃったんやけど。そのまま言葉を耳に傾けることなく、安藤さんはコツコツと足音を響かせながら、廊下の奥へと消えてゆく。結局さ、これ収束したとこでさ、今のは柿の種くんのミスねって言ってるってことはさ、ここ真ん中の選択肢選んでも安藤さん怒らせちゃうんやん。マジか、そっか。でももしかしたら、その全然ね、あの、たたり関係ないルートもね、あるわけやもんね、多分。じゃあ辻沙耶香の演劇の素質についてちょっとまあ聞きましょう。その辻さんなんですが、安藤さんから見て素質はどうだったんでしょうか。まるで私は彼女のことを信頼していないような口ぶりだな。いえ、そんなことは。安藤さんは杖に両手を乗せたまま、不機嫌そうに眉を潜ませる。
サングラスの奥から伝わるその迫力はとても盲目だとは思えないくらいで、言いようのない身震いを覚えてしまう。すみません、彼は少々浅はかなところがありまして浅はかなとこ、こういったことにも疎いのです。突然変貌した安藤さんの態度に戸惑っていると、すかさず横から鴨泉警部補がフォローを入れてくれる。絶妙に余計な一言が付け加えられているが、僕のミスであるわけだし、これは仕方ない。どれも結局ダメな質問や。ふん、これだから門外観と話をするのは嫌なんだ。あれほどの才覚を持った女優を知らないとは、演劇について何も分かっていない。いやー、分かってません演出家かなんだか知らないが、どうしてここまで偉そうに言われなきゃならないんだ。それはまあ勉強不足なのは認めますけど、我々は事件を解決するために来ているのであって、演劇のことを学びに来ているわけではありません。もう煽るな煽るな、なんかね、そんなこと言うな、くくははは、言うにこと書いてその答えかね。ねえ、やだそうな。安藤さんは指先で眉間を押さえると、噛み殺すように低い笑い声を上げる。どうやらこれ以上は時間の無駄でしかないようだな。申し訳ないが、気分を害したので私はここで失礼するよ。これは柿の種くんが悪い、一番悪いまあ待ってください、話はまだ終わってませんよ。この私と話をしたいと思うなら最低限の勉強くらいしてきたまえ。いやー、なんやろ、その普通に申し訳ありません、申し訳ありませんって下手に出ればいいのに、あんな言い方するから。そもそも私は辻沙耶香という役者に惚れ込んだからこそあれをやろうとしたんだね。男女関係的にも惚れ込んでたけどね、どうやらね、何歳差なんやろねまだ言うてる。その彼女を知らない君は演劇を愚弄しているとしか思えんな。そんな一方的な。そのまま立ち去ろうとする安藤さんの行く手に、鴨泉警部補が素早く立ちはだかる。待ってください、彼が見当違いの愚問をしたからといって事情聴取はまだ終わってませんよ。今さっき言ったばかりだろ、演劇を愚弄するやからとは話す気にもなれん。あまりしつこいとこれ以上は黙っていられなくなるぞ。あー、結局怒って言っちゃった。そのまま言葉にせず、怒気を発しながら安藤さんは廊下の奥へと姿を消してしまう。これまあ、結局のところオカルトルートもさ、科学ルートも犯人って今までの流れで行くと一緒やと思うから、自分が犯人やからこそ事情聴取は切り上げたいと思っているところはね、きっとあるんやろね。その素直に怒ってるんじゃなくてね。ということで、まあ収束しました。あー、戻ってるからいいや。と思いますし、まあ時間もいい感じだと思いますので、今回はこのあたりで終了したいと思います。はい、ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。